現在のミラマール城と周囲の景観ミラマール城は現在のイタリア共和国トリエステ近郊にある城間。1856年から1860年にかけて当時はオーストリア領であった。この地にオーストリア皇帝フランツヨーゼフ一世の弟であるマクシミリアン大公によって築かれた。設計はオーストリアの建築家カール・ユンカーによる。 ミラマール城でメキシコ邸館を受諾するマクシミリアン大公ロンバルドベネト王国の副王を解任されたマクシミリアン大公は無役のままトリエステに陰性することを決意しアドリア海に面した断崖の上に自らの館を築いたあらゆる建築様式が雑然と取り入れられ内部には中国や日本の部屋まであるマクシミリアン大公はこの上官で フランス皇帝ナポレオン三世からの申し出を受け、メキシコ皇帝となることを決意した。池上秀博、美しきイタリア22の物語公文社、2017年、92ページ。ISBN 978から4から334043032。AB スナガ P160。ありがとうございます。